どうもです。私はですね、今中国の北京大興国際空港に来ております。先ほどですね、関西空港からこちらの方にやってまいりましたけれども、今回はね、ちょっとね、中国、乗り継ぎという形で最終的にはソウル向かうんですけども、時間が2泊3日ありますので、それでちょっとね、いろいろ今どんな感じになっているのかっていうところをですね、見ていきたいと思っております。この大興国際空港はですね、前回の動画でもお伝えした通りですね、そう、新しくできたばかりの空港でございまして、今中国はどんな風になってるのって気になる方もいらっしゃるかもしれないですけども、ここ国内線の到着ロビーなんですけれども、かなりの人がいらっしゃって、マスクしてる人もいればしてない人もいるみたいな、半々ぐらいですかね、そんな感じで、もうなんか日常を日本と同様に取り戻してるかなっていう印象です。もうなんかこう PCR 検査とか防護服の人とかなんかいるイメージが私の中ではあったんですけども、そういったのは少なくともここら辺では見かけないですね。ということでですね、今回はホテル、北京市内の方で撮っておりますので、そちらの方にですね、まず今からですね、向かいたいと思っております。前回はね、地下鉄なかったんですけれども、なのでタクシーで向かった記憶があるんですけれども、地下鉄もあるということなので、鉄道かな、そう、あんまり情報なくて、とりあえずね、いろいろ案内はあるんでね、ちょっとそれに乗ってですね、行きたいと思っております。ということで、こちらに書いておりますけれども、シティバス、バスでもいいんですけども、バスじゃつまらんっていうのはあると思うんで、これからベイジンシオンアンインターナショナルシティレイルウェイ、はい、これかな、ということで、じゃあちょっとこれに乗っていきましょうか、それかダシンエアポートエクスプレス、どっちかだわ。お金に関しては前回中国旅行何度かしたことがあったので、その余りのマニーが、はい、今手元にございます。ちょっと1元20円なんで、これが2000円札ですね。これがこんな感じであるんで、多分1万円分ぐらいはあるんでね、大丈夫かなっていう感じです。とりあえずは行きましょう。中国は Google マップに関しては地下鉄とかそういった公共のやつが出てかないです。今回泊まるドンファンシェンダーホテルなんですけれども、車は出てくるんですけどもね、歩いたらちなみに10時間かかるみたいですけど、これはちょっとやめときましょう。アップルの、マップは、出てきましたね、ということでこれをちょっと頼りに行こうかと思います。ホテルまで1時間11分かかるみたいでございまして、これですね、こんな感じで中国が入ってるんであれですけど、草なんちゃら、に向かうみたいです。19号線ですごいね、じゃああれだ、エアポートエクスプレスで行くんだ、じゃあ地下1階に行きましょう。ここは今2階ですね。なんかこれ見たことあるの。これ見たことあるな。これなんか見たことあるよ。これはペッパーくんじゃないの。お、動き始めた。これじゃあ案内してくれたりするのかな。というか、こんなやつももう普通に英語とかないですからね。国際空港ですけどね。だからもう中国語できないと厳しいっすよね。中国って本当に。わかんない。完成はわかるけど、でもまだ日本人はね、漢字読めるかまだマシですよね。なんか読み取ってますね。ニハオ。お、通じた。すごい。こんにちは。晚上好。ということで、やっぱり中国語しかペッパー君わかんないですね、中国語ね。再见。バイバイ。ピース。頑張ってね。これだ、これサブウェイ、サブウェイ行きましょう。お、すごいビジネスクラスとか、でここはさすがに英語あるな。一枚シングルジャーニー。
35元700円か、うん、あ、でも アリペイとか使えるんだ、うん、まあ、とりあえず現金で。ちなみにビジネスクラスいく、あ、50元なんだ、まあ、まあ、じゃあ、あ、ああ、ペイインキャッシュ、うん、身分証、んなもない、身分証身分証身分証、身分証ないんだけど、ないというかパスポートあるけどこれ入らないの、身分証、いや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 、 How can I pay? Money? 咱们去前面，前没有没有身份证吧？啊呀，咱们去前面，啊好，往前走，叫豪大楼。あー、OK、シェイ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 、なんでなんで、偽札防止とかなのかな、ということでここで買うしかないっすね、もう割り込む。あ、不是你这个那个那个我怕我那个地铁卡没钱了。你好，啊，你好，I want to go there. Cash, yes.あ、シェイシェイ、よし、というかここ閉まったんだけど、閉まったらどうなるということで、友人だとね買えますね、チケットもなんかいい感じのなんか分厚い紙の、あ、これか、よし、なんか来そうな雰囲気、乗り込もう、検査ね、あるんだね、うん、うん、なんか身分証がいるみたいだぞ。これは？ん？何これ？あ、どういうこと？わからんわからん、スタッフもおらんかわからんな、あ、これか、こうだ、できた、自動販売機、この水は健在ですね、なるほど、はい、いやー、中国旅行しづらいっすね、いや ID カードあれば何でもできるんでしょうけれども、逆にあのなければもうめっちゃめんどくさいみたいな、もうカメラもそこら中にある、すげえな、綺麗ではありますけど、このキャオチャオまでとりあえず行くという切符をゲットしました。早そうですね。取れた、よし、こういった高速鉄道みたいなのがあれば楽ですね。
今スピードは157キロとかそれぐらいみたいですね。高速鉄道は一駅だけ止まるみたいな、そこにも立ちます。あ、でも早いんだよ。イヤホンなしで、あのなんか YouTube みたいな TikTok から見るのは、その文化まだ健在ですね。大兴新城到了。大兴新城。もう着いた。めっちゃ早い。20分か。ここでだいぶね市内に近づいてるんで、全然でもこれあればなんか遠い空港とは思わないですね。やっぱ空港作るのは遠くても鉄道セットで作れば全然問題ない、うん、これはいい。よし、みんな QR コードピーピーしてますね。あ、これか。19号線に乗り換えです。ここからなんか地味に地下鉄で行けるんですけど、乗り換えがたくさんある。またチケット買わないといけないんだよ、しかもな。あ、でも他の人はなんかチケットなしで買って、ああいう乗れてるね。あれ、4元 OK。 あー、また出た。地下鉄乗るのに身分証明書って必要ないでしょ、そこまで。またじゃあチケット買わないといけないな、あそこで。さっきのはなんか地下鉄限定みたいで、え、積んだんじゃないの？だって切符はあそこで買えって言われたんだけど。いや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 、買えないやん。你好。I don't have an IC card. No, ah, on the right. Ah, okay, okay. シェイシェイ。お、チケットオフィスがあるらしい。うん、あのなんか翻訳機使ってね、英語で教えてくれました。なんか、うん、あの一応なんかでも外国人対応みたいなのはしてくれますね。人いる？はい、人はいない、いる。アウトオブサービスやん。積んだわ、いけんわ。あの人でもなさそうやな。なんかでも人はいそうな雰囲気はあるけどな。なんかトイレ行ってる感じがするけどな。笑うしかないわこれ。乗れんわ地下鉄。呼んだっていうの。あー、ニハオ。あ、あ、I want to speak English. Yes, I wait here. Okay. なんか来てくれるみたい。お、よかったよかった。いや。シェイシェイ。よし、変えた。変えたぞ。四件。いや。でもちゃんと来てくれるね。うん、よかった。なんかね、海外だとありがちなのがもうね、あの誰みんな帰ってるみたいなか、ね、パターンはありますけど、中国はちゃんとあのボタンがあったりとか、そういったところはしっかりしてますね。よしよしよし。地下鉄も綺麗だな。地下鉄の
ね、あ、複雑さ東京とか大阪もなかなか負けてないですからね、うん、ということでね、あの以前ね、そうインド行く時に白井さんとね北京経由だったんですよね、エアチャイナで。その時にちょっと日帰りで寄ったんですけれども、そのまあ何て言いますか、どこら辺だ、ワンフーチンですね、はい、ということで2回乗り換え必要かな、なんか行けそう、1回で行けそうなとこあるけど、まあ Google マップで、はい、ちょっと案内できます、はい、多分19号線です、はい、よし、確実に昔より旅行 しにくくなってますね、その ID カードがないんで、あ、辛いね中国、昔はねそんななかった、現金でね行けたのに。すごいですね、次の電車が多分どんだけ混んでるかみたいなのも分かるみたいですね。ハイテクですね、はい、これ韓国のやつと一緒、なんか似てますね。忘れたね、楽しみです。まだ空港出てから外の空気吸ってないんで、こんな感じか。お、思い出してきたな、そうだな、なんか銀座的なところなんですよね、うん、このワンフージン、うん、ちょっとなんかこう歩けるようなところになってて、とても観光地でもあるようなところだと思います。本当に中国のおるんやな。ここら辺はもう人いっぱいです、はい、よし、じゃあホテル向かいましょう。だいぶ時間かかった思ったより、うん、あー、なんかでもここら辺も景気悪いような気がしますね。建て替え中なのかこれは。ここだけだな、なんか店が閉まってるのは。多分建て替えてるんじゃないかな、わかんないけどな、うん、他は店は全然やってますね。で空気はまああれだなって思ったんですけども、まあこうやって歩いてる分には、うん、なんか問題ないような気がしますし、なんか下に砂がつくような感覚が気のせいかもしれない、あるようなないような、うん、
まあ見た感じは全然ね、ここら辺は普通だ。やっぱりでも外はもやっとしてる感じがするような気がしますね、夜でも。お、KFC もある。まあここにね、まあ、最悪。まあでも今回短い滞在なんで、ちょっとこういったチェーンはまあないと思います。中国料理を食べましょう。じゃあ今からホテル探して、はい、向かいます。向こうでもこんな感じですね。うん、このこう開いた裏のところだ。近い。なんか景気は良さそうですね。こんな夜までね、なんか活気ある感じが。お、ということで、日系の広告は多分以前来た時よりもだいぶ減ってるような気がしますけども、日産はありますね。あ、アリアなんで電気自動車ですね。やっぱり電気自動車ですかね。ということで、まあ車とか見てないんですけども、テスラとかも走ってたりするのかな。吉野家もありますね。あ、いいね。あ、吉野家行こうか。ホテルはここだといいんですけども、ここではなくてですね、この小道を入ったところ、なんかでもここら辺ほんと綺麗ですね。うん、アスファルトも綺麗綺麗。あ、ここですね。はい。あ、でも綺麗だ。ね、あのベインマックスとかやるみたいな書いてますけど。あれですね。みんな窓開けてるな。クーラーないのかな。でなんかすげえ夜なのに明るい。何だこれ。あ、外に自販機があるんだね。タバコも売ってる。レストランもあるね。おー、うまそう、よし。イーストサクリットホテル合ってるかな。なんかニハオ、あー、ニハオ、チェックインプリーズ。よっ、あ、いやいや、ミー万里の長城とかすごいですね。うん、あ、一冊だけ、一冊。ミミ、オンリーミー。ミー。ああ、オッケー、オッケー。うん、イエス。ああ、見ちゃった。 OK? Yes! OK! シェイシェイ、うん、シェイシェイ。おお、ということで無事チェックインできました。まさか1回ああ、OK! OK! シェイ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 、刷就可以了。これ、对、刷一下。 OK! シェイシェイ、うん、はいはい、シェイシェイ、はい、ということで無事チェックインすることができました。ああ、 OK! 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 やっぷ、あれ、うん、シェイシェイ、うん、うん、かわいいね。チュー、よし。場所重視のね、ホテルみたいな感じですけれども、うん、あのここちなみにお値段いくらか、じゃあぜひちょっと皆さん当ててください。ここの電気なんか昼みたいだな。なんか明かりの入り、もう真っ暗なんだけど、これマックス、こっちもだけど、これマックスか。こんなもん、もう一段階明るくなってもいいかなって思ったんだけど、まあこんな感じです。はい、ベッドが2つあってテーブルとかもあって、まあ場所がいいんでね、ちょっと狭いんですけども、うん、とても綺麗で素敵な感じです。うん、もう、うん、お値段はね
大体1万2000円とか1万3000円とかかな、一泊で今回まあ2泊します。まあ、それでねホテルをねちょっと悩んだんですけど、いろいろまあマリオットとかも結構あったりするんでね、でもまあちょっと中国のなんかこうね普通のホテルっぽいとこに、うん、でもなんかこういった こじゃれたホテル、まあ日本もね結構ありますけれども、なんかだいぶ増えてるみたいで結構ここも人気でしたね。外のビューはもう全くない感じですね。こんな感じ、はい、あっちの部屋が見えるみたいな感じですね。テレビでかいな。お、ハイアールや、うん、ね、まあ、そんな感じの部屋でございます。アメニティとかくれました。シャンプーとかもまあありますし、うん、オッケーオッケー、綺麗です。チェックインの時にくしはいらんな、うん、歯ブラシ2つと石鹸と鍵、はい、電気つけてあれですね、もうさらに明るくなりました。普通にもうこれだと普通のホテルです。ここにあった電気、それでこんな風にタイプ C とかもあるんだ、タイプ A だけじゃなくて USB もね、コンセント、まあ、グローバル対応してるんで日本のコンセントはそのままいきます。でこんななんかテレビもありまして、なんか、まあ、日本でもありますけども、我在呢你好你好刚才说的什么呢也可以再说完整些试试、うん、天気とかもこれで分かるんだ。北京今天发布大风蓝色预警、うん、全天多云转阳沙16度至27度，和昨天差不多。当前空气质量指数100，空气还可以。うん、すごい。たどり着きましたホテルに。はい。今はもうこちらの時間で、はい、10時とかでございますので、日本だともう23時とかになりますんで、いや結構時間かかりましたね。それにしてもこのテレビでかいな本当に。何インチあるんだ。まあちょっと明日以降いろいろ見ていきたいなと思うんですけども、あの地下鉄に身分証明書を入れろ、あ、偽札対策なんですかね。昔はね現金入れたらね、あの切符が出てきてそれで終わりだったんですけども、うん、やめてほしいって感じですね。ちょっとでも寝る前に小腹が空いたような、あ、なんか食べたいなって感じですね。ルームサービスとかなんかちょっとフロントに聞いてみるか。あ、你好。ああ。おすすめのメニューを注文してほしいです。是这个吗？希望您点推荐的菜单。いや。何を推薦だよ。それ困るよね。何か。あ、いや、ねえねえねえ。还要吃中餐、这个点哪有好吃的中餐呢？天三十哪个？告诉我。大哥，三零三两瓶水。三瓶。メニューを見ていますけど、どれがいいかな。いや、わかんないな。辻の串か。どうしようかな。班住是吗？嗯。留下联系方式。幺三七。五六六三。お、これ良さそうだね。この東照宮セット。あ、あとは。これ。ただこれだけだとあれだから。コーラも頼むか。よし。あ、OK? あ、OK? OK? あ、いやいや、please、OK? そう、トントントン、OK? I wait room. ということで、頼みました。めちゃめちゃこのホテルの人、親切というか、すごいな、なんか、みんなめっちゃ空港とかでもなんか親切なんだけど、そうなんだ、この、ちなみにここ部屋1階なんですけども、1階だとなんか微妙なんで、8をつけてるんですかね。そう、81階にあるのかなと思って、ここ1階の部屋なんですけど、ロボットが大活躍してます。あれ、ちょっと追いかけてみようか、せっかく。お、すげえこんな感じになるんだ。え、3階買って押してんだけど、すげえ。これ何入ってる、どうやって3階押したの、これ。
ていこう。なんかイメージするでしょうか。バイバイ。すげえ。これどうなの、ここで。いや、日本でもね、ガストとかこういったレストランで運んでくれるやつありますけども、あ、すごい連携してるんだ、なんかネットで飛ばして。すげえ、水とか運んでくれるんだね、これで。完全にストーカーですけど、こんな感じで運んでくるんですね。すげえ。ここに戻るんだ、それで。ということで、私も頼んでいただきましたんで、はい、あのしかも ね全然チップも払いますよみたいな感じでやったら、めっちゃいやいや困りますみたいな、それはもう日本と同じような感じの対応で、あの、ね、ちょ申し訳ないなみたいな感じで、あのスタッフさんの出前アプリで頼んでもらいました。でもここまでやってくれる、すごいね。本当。中国は忘れてましたけども、私の場合スタンプがないっていう風に言われたんですけども、あのパスポートに古いやつじゃないですかみたいな感じで言われたんですけど、あれなんですよね、警察に届け出をホテルがしないといけないんですよね。なんで結構ね、外国人が泊まれないホテルもなんかあるらしくて、そういったのができないみたいなね、うん、できないかしないか分かんないですけども、なんかあるみたいなんで、中国でちょっとホテル泊まる際は、あの気をつけた方がいいかもしれないです。ここは全然行きましたね、出前も頼んでもらったんで。いや、めっちゃ親切です、本当にね、すごい、まあ、サービス業のサービスがめっちゃ良くなってるっていうことかもしれないですけども、 CA さんもね、ちょっとタオルでウサギ作って遊び心とか、ね、全然ありましたし、なんか私のイメージしてる中国っていうのはちょっと古いのかなっていうのを思っちゃいましたね。待ちましょう、はい、どれぐらいで来るのかな、分かんない、うん、値段はね結構安くて30元とかだったんで、600円ぐらい、配達料込みで安い、うん、物価はまあまあ、コーラとかも100円とかかな、デリバリーで、なんで、うん、そこまで高くはないような印象です。你好，机器人服务生已将您的物品送到门口，请在五分钟内取走。清掃5分どういうこと？当前版本暂不支持同城。あ、まさか。すげえ、うん、ありがとう。よし、ゲットということで、すごいな。こんな感じ運んでくれるんだ。さっきのあれだな、うん、あの音楽は、ね、来たよっていう合図だったんですね、うん、すごいですね。いや、でも日本にも来そうですね、これは便利ですね、うん、ということで、これが32円かな、元、うん、600円ぐらい、送料込みで安いですね。しかもこんなね、しっかりしたプラスチックで、ということで、ということでこんな感じでございます。コカ・コーラは常温だった、うん、でこっちは冷たい、こっちのもかじゃ、なんか卵とかセットになんかついてる気がするけど、まあいいや、これはどっちにかけるんだろうな。
受付の人でなんか一番美味しいおすすめのやつを頼んでもらうとしてたんですけど、めっちゃ困ってて、うん、あの最後は写真であなたが選んでみたいな感じになりました。はい、いきます。あ、そう、こういうことか。ここに卵とか入った、うん、そういうことか。オプションなのね、うん、うわ、うまそう。これね、揚げも揚げと卵ということで、麺はちょっとあれ、スープはちょっと多めになってる感じです。久々の中国、乾杯。はあ、甘いティーだね、うん、ということで美味しいです。うわ、めっちゃうまそう。じゃあいきます。まあ、中国料理もね、まあいろいろあるんですけど、知らないっていうのがあるんですよね。だからやっぱり中国料理は現地にいるなんか日本人の人とか、うん、まあね、もちろん中国の方とかに案内していって行くっていうのは多分いいと思うんですよね。なかなか自分の足とか情報だけでは見つけれないって感じで、北京のね、ガイドブックもコロナ前のやつはね、まあありますけど もうコロナ以降のやつは全然世界は多分変わってると思うんですけど、あんまりなくて、日本からそんなに遠くないのにね、全然情報がないっていうのはちょっとなんかあれですね、不思議な感じがしますね、本当にね。デリバリーはいいチョイスしました。うん、皆さんは中国行ったことありますか？まあそう、仕事で来てる日本人の人は多分ね、コロナ禍でももちろんいると思うんですよね。ただ旅行者はね、ほとんどまだね、いないと思うんで、まあ見た感じ旅行には力入れてないような、それよりもね、自分たちの国でやっていくよみたいな、なんかそんな雰囲気がありますけども、どうでしょうかね、うん、今回は通貨ビザで、はい、こんな感じでちょっと中国を楽しませていただいております。うん、コーラは冷やして明日飲もう、うん、これはうまい。じゃあもう寝ますか。疲れた。よし、じゃあもう今日はね、あの北京でゆっくり寝ようかと思います。ここだけいるとなんか北京って感じはしないですけどね、なんか日本のビジネスホテルとかでも、まあ、よくもある雲ありそうだなみたいな感じですね。まあでもね、外出ると間違いなく、はい、ここは中国の首都北京でございますので、実際明日ぐらいしか本当にね、あのまあ今回は大興空港の、まあ、フライトにちょっと乗ってみたかったっていうところがあったんで、あれですけども、まあ明日は時間ありますんで、ちょっといろいろね、見ていこうかと思いますけども、この2023年の、まあ、コロナ、ね、なってから、まあこうね、中国、はい、そこをですね、見ていこうかと思います。では、今日はおやすみなさいませ。ういっつー。おやすみー。カーテン閉めないと。朝みたい。おはようございます。何気にね、そう、カーテンもね、自動なんですよね。高級ホテルですね。おっと、ということで昨日はあれでしたけども、中庭って感じですね。はい、というのをね、わずかに外の、はい、はい、伺いますけども、いや、めちゃめちゃよく寝れました。北京2日目でございまして、7時50分でございます。
初日はまあいつも私の場合はホテルの朝ごはんっていう感じにすることが多いんで、今回もそうしましょうか。素泊まりなんですけども、あのホテルでいただくことにしましょう。多分できると思います。では準備します。よし、今日の天気。北京今天发布大风蓝色预警，全天多云，十二度至二十一度，降温六度。当前空气质量指数八十八，空气还行。PM2.5 とかですね。洗車とかもあるんですよ、ということで、まあまあまあ良好みたいです。ちょっと曇り、毎日曇り。多少钱？あ、你好。你好。你有新的预订订单？怎么了？我想吃早饭，多少钱？三パチパチですね。それで、お、ちょっと曇りだな今日は、レストランはねこちらになるんですよね。それで朝ごはんは388元ということでした、じゃあなんか外から降って降ってきて、よし、じゃあ行きましょうか。クレジットカードできる？去前台要。あ、こっち？クレジットカードってあっちで買ってこいって。QR コードがいけるみたいですね。あ、クレジットカード。So pay here and go. OK。いやいやいや。今。あ、OK。全滅だわ。全部使え。ユニオンペイとか持ってきた方がよかった。哪个房间呢？あ、OK、Yes。で、え、あ、カードカードいいです。あ、シェイ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 。ということで、現金で払いました。いやー、現なんか現金は旅行者も現金持ってきた方がいいですね。あの現金最後頼れるのは現金だけです。あんま現金もないかな。あ、ニハオニハオ。はいはい。シェイシェイ。いや。あ、オッケーオッケーオッケー。よし。38元なんで、まあ、800円とかそれぐらいですね。900円とかね。まあまあ、安い。お、懐かしいね、こういったのね。そう。卵とうどん。うん、こんな感じですと。これが朝食です。これはね、コーンスープみたいな感じで、これはコーヒーです。はい、それヨーグルトはありましたね。それ卵とか肉まんとか、なんかあのこちらの人が食べてて美味しそうだ。そんな種類もね多くなかったんですけど、はい、シンプルな感じで、まあちょっとねどんな味か分かんないってところもあるんで、食べて美味しいものがあればそれを集中していただこうかと思います。その作戦でいきます。はい、ではいただきましょう。肉うまい。もちもちうどん。クレジットカード使えない地味痛いですね、まあ、結構ね海外のクレジットカード使えないって、まあ、国によっちゃ、たまにありますけども、中国はもう私がもでもビザマスターとかね普通に ANA カード
三井住友のやつとかラグジュアリーカードセリナカードとかいろいろ楽しさが全部ダメでしたね。ホテルで、ね、海外のクレジットカード対応してないっていうのはなかなか辛いものがありますね。あ、これでもめっちゃ美味しそう、肉まん。よし、うん、まあ、ヨーグルト同じだ、うん、芋も美味しい。肉まん小籠包あたりを攻めますか。あんまんかな。お、あんこだ。甘くないあんこ。いや、これはデザートに。巻き巻き。あ、これ中はない。ああ、若干しょっぱくてなんかちょっと癖になりそうな感じですね。あの白いパンみたいな感じですね、うん、あ、これもない。うん、さっきのと同じかな、まあ、中国の朝ごはんはね、こんな感じで、あの昔と変わらずって感じですね。どれもまあまあ美味しい。食べて、あのここの自動販売機使ってみようと思うんですけども、そうやっぱりこう QR 決済ね、それでアリペイね、これまあね、結構日本のコンビニとか対応してますけど も最近はそう、あの登録ちょっとしてみました。あのクレジットカード紐付けもできました。だからこれ で買えば、あのこれが使えれば多分結構地下鉄とかも使えるんじゃないかな。これじゃあちょっと試してみましょうか。英語はないですね、はい、あのもう気合でやるしかない。ちょ、これミルクティーだよね。うん、6元なんで120円、安いね。これで何これ顔認証なの、これすごいね。これであれなんだ、 WeChat 顔認証できるみたいな感じなのかな。いや、わかんない、なんか急にできたけど、なんなのこれ。いや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 、認証しなくていいよ、わかんないこれ。あ、これももしかして国民番なんか番号みたいにいんのかな。いやアリペイで払わしてよ。そう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 、これこれこれ、君だよ君。あ、これでいいのかな。よし、じゃあスキャンしてみましょう。いけるかな。OK、日本のこれビザカードです。 あ、CVV ね。お、買えた。お、なんか全く何も使えないあれだな。世界となんかで、なんか認められた気がして嬉しいな。お、ということでアリペイおすすめですね、うん、これはいい。これがあればもう多分 QR アリペイ使えるとこであれば日本人でも生きていけますね。ミルクティー常温。これはね、以前から飲んでたんですけど、午後のミルクティーとほぼ同じで日本人でも飲みやすい、まあ、砂糖はちょっとあるんであれですけど、あの美味しい。天気悪いな、でもな。まあ今日一日はね、あの北京あの巡れるんで、明日ソウルなんで天気は悪いんですけども、無理やりちょっと街を見ていこうかと思います。よし、 WeChat であのなんかやり取りできるみたいな。それでこれ全部あのあっちも翻訳機使ってくれるんでできるんで、これ便利ですね。しかも返事もすぐ返ってきます。1分の返事返して OK。
这个箱子存在这个台子下面。好，好的，我帮你通好啊，你回来拿啊。好的，好的，可以的，好，好的，可以。朝の北京です。昨日はね、ここ来た時真っ暗でございましたけども、今は、うん、まあ朝でちょっと落ち着いてる感じです。人は多いですね。じゃあちょっと散歩をしてみましょうか。あでもタクシーもあれですね、電気自動車になってますね。トゥクトゥクもある。バスもタッチだな。お、ここもすごいホテルですね。ベイジンホテル、北京ホテルということで立派です。じゃあちょっと歩きましょう。結構な人と警察の方がいらっしゃいますけれども、はい、それパスポートの確認もありました。ということでここはですね、あの天安門広場の、あの周りでございまして、まあね、ご存知皆さん、はい、天安門通りでございまして、実際にでもちょっと中の方に入ったことないですけど、できれば入りたいなと思ったんですけども、今はどこいるんだろうな。ちょっとじゃあ You are here、 あ、ここだか。あ、ちょっとまっすぐ行って前行けば会えるんで、こっちから行けるのかな。じゃあパスポートチェックとかちょっとありまして、うん、ちょっと人の多い方に行ってみましょう。あ、こっちも検査だ。ちょっととりあえずここから歩いてみましょう、うん、中国ですけどタバコ吸う人だいぶ減った気しますね。久々にここで見ましたね。それか喫煙所とかあるのかな、わかんないけど、うん、減った気がしますね。じゃあ行きましょう。年大代表子。ああ、オッケー、ああ、団長。谢谢谢谢。团队的导游。残念ということで逆走してるんですけども、お金払えばね、なんかね、そうコロナ前はね見れたみたいなんですけども、今はね予約制になってるみたい。今気づいた。予約ないから入れんわ。またこれはコロナ落ち着いてからとか見ましょうか。うわすごい人や、うん、今はなんか無料なんですけれども予約が事前に必要みたいです。だみんなあれですね、翻訳機で教えてくれる親切で、警察の方も。また北京に来れることあると思うんで、あのちょっとじゃあ次回にね、いい感じにしましょうか。遠くからね、なんとなく見ることはできると思うんで、それだけでも見ていきましょうか。逆側にやってまいります。予約なしで行けるところはここまでみたいですね。はい、かなり人ですね。じゃあ行きましょう。次に行くところちょっといろいろ探してます。あんまり情報がないんでね、街歩きみたいな感じになると思います。まあそれもそれで楽しいんですけど、あとちょっとやっぱりマスクしないとね、
息苦しいとか、まあ、そんなのも多少なんかあるような気がしますね。テスラも走ってますね、うん、それこのなんか緑のプレートが電気乗車みたいですね。あ、そこにもテスラ走ってる。というのでなんか中国はあの普通のもうガソリンの自動車だとナンバープレートがねなんかもらえないみたい。ただ電気乗車だと、うん、あのなんかもらえるみたいな、そんなのがあるとかなんとかありました。なんかニュースで見ましたけど、うん、いやまあそこまでは多くないですね、思ってた以上に。全然まあアメリカよりちょっと多いかなみたいな、うん、ぐらいですかね。まあでもあんまり日本に馴染みのない車たくさんあります。あと数年前はあの自転車で走ってそこら中に街中にね自転車がね積み上げられたりとか、私も乗ってましたけども、まあね、そんな感じでしたけど、今は、まあ、自転車乗ってる人いますけど少なくなりまして、あの、まあ、こういったところに自転車放置されてるってことはなくなったような気がしますね。まあ、北京のこの中心地だからかもしれないですけども、私もちょっと久々に自転車乗ってみるのがいいかもしれないですけど、ワンフーチンにまた戻ってまいりました。じゃあちょっとここら辺をぐらぐらしてみましょう。もうでも観光地もどこも予約が必要で、まあ、予約もねやり方がわからんということで、個人旅行のちょっと限界を中国は感じますね。というので、まあ、街歩きであればねもちろんね自由にできるんで、そこら辺は問題ないですけども、あとやっぱり観光客、まあ、外国人観光客っていうのはもういないですね。日本人も多分ね住んでる人はいらっしゃるかもしれないですけども、まあ観光客みたいな、私みたいな、そんな人はもうおりませんね。あと他の国の人も、まあ、たまになんかこう白人の方がなんかこう取材なのかなみたいな感じで、なんか白人の方もちらほらいらっしゃいましたけども、中国はもうあんまり、ね、観光ウェルカムってもともとそんな感じじゃなかったですけども、コロナになってさらにその傾向は進んだ気がしますね。まあ、本当はね乗り継ぎビザでなければあのここから上海なんか高速鉄道乗ったりとか、なんかな、ね、あの中央もいろいろ見て回りたいなっていうところあったんですけども、まあ、今回はあくまで乗り継ぎなんで、はい、まあ、ちょっと北京だけみたいな感じですね今回は。お、アラビカコーヒーは北京にもあるんだ、すごいね。いやこれドバイとかね、まあ、ニセコとか京都とかあったりしますけど、まあ、日本の京都の会社なんですよね。しかもそれなりにおしゃれカフェとして、あのおしゃれな北京の方々が集まってコーヒー飲んでますね。でもまあ私もコーヒー飲むのであればちょっとアラビカコーヒーより、あの今回はちょっとラックインコーヒー飲みたいですね。どっかあるかな、意外に歩いてるとないな。スタバ見かけますけど、啊，我是我是，嗯，是的，是的。これなんだ、食品のなんかモニターみたいな感じですか。物産展かな。見つけました。ラックインコーヒー。そんな流行ってないな。もうブームは去ったのかな。そしてドラえもんとコラボしてますね。いいんだけどどうやって注文するのかな。あ、ニハオ。あ、これで聞いてたんですけど、アプリでしかできないみたいですね。でも私は今あのアリペイというですね、強い、あ、こんな感じできるんだ。おお、すげえ。もうだからキャッシュレスなんですよね完全に。もうレジがないですね。
ドラえもんの映画ですね。映画コラボ。おうおう。あね、こっちは分かりやすいね。500円とかまあまあ高いね。これ行きましょうか。じゃあで飲み物しかないっぽい。でデリバリーめちゃめちゃ来てます。デリバリー強いんだな。よし、ちょ、うわ分かんねえ。分かるか。2つはいらんな。よし、これでいいのか。あ、頼めん。あ、ニハオ。そう、こうどっちもするのこれ。这个。あ、いやいや。去结算。あ、いや。こう。キャッシュ。キャッシュ。キャッシュ。OK。还有吗？现金。他微信搞不了账。ということでお兄さんにキャッシュで頼んでもらうことにします。あ、OK、 いやいや、サグ、ノーシュガー、ノーサグ、ノーサグ、シェ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 。あ、シェ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 。もうな、申し訳ないな、本当に。ということでお兄さんに代わりに注文してもらいました。それで鳥もいらないって言ったんですけど、中国の人はめっちゃ、まあ、昨日もそうでしたけども、お釣りをのね、渡すのめっちゃ嫌がりますね。かたくなに拒否されます。まあね、日本も、ね、人、まあ、タクシーとかであればね、全然受け取ってくれますけど、なかなか受け取ってくれない人もいると思うんで、同じですね。中国の方優しいです、めっちゃ。コーヒーも私も頼めないようなね。頼めない、頼めない。あ、へえへえ。あ、ということでやってました。中国の、まあ、スターバックスを目指してるね、ラックインコーヒーということで強引に頼みました。すいません。これででも19なんで、まあ400円。うん、まあ、店内でそれだとまあまあまあスタバと同じぐらいの値段かなって感じなんで、スタバさっきね見たんですけど結構人はいたんですけど、こっちはもうデリバリー専用って感じで、でもめっちゃ注文来てますね。現金はちょっと嫌味、使えるところはないみたいで、めっちゃWeChat で送ってくれみたいな感じでお兄さんに最後まで言っていただいて、でも WeChat もマネーに登録してないんで、うん、もう現金を受け取ってもらいました。すいません。だから現金は街中でもう使えないみたいですね、あんまり。だから全部もう スマホでやる感じみたいです。というわけでお味はいかがでしょうか。ラックインコーヒー、あ、なんか甘い、うん、あれなんか甘くてね、あ、なんかすごい、これ甘くてなんか発汗みたいな感じが入ってるのかな、すっきりしますね、なんか、うん、あ、うまい。キャラメルソースみたいなのも入ってて、普通のカフェラテかと思いましたけど、なんかちょっと特殊なやつでしたね、うん、あ、でもこれ美味しい、うん、なんかここに書いてますけど、でも砂糖ね、なしにしたんですけど、なんか甘いです。なんか砂糖が入ったような感じで甘いですね。はい、ね、小先生でこう、うん、ということで、うん、甘いですな。まあスタバであればね、普通に注文できるとは思うんですけども、ここのラックインコーヒーはなんかコンセプトはモバイルオーダーみたいな、特化みたいな。ちょっと調べてみたらあれですね、そう、なんかにアメリカでなんか上場するみたいな、株とかしてる人とかであれば多分知ってる人多いかもしれないですね。私もそれで知ったんだ。飲むことができてよかったです。美味しい。 WeChat のあれはね、確かね、そうだわ、私が過去に紹介したポケットチェンジでチャージできるはずだったんで、中国来るならそれでチャージできるのかな、うん、するのも良さそうですね。それか
誰か中国の友達とか中国に住んでる人とかに WeChat でウォレットをチャージしてもらうかって、多分これ今チャージできないんだよな。普通の店であればアリペイね使えばいいと思うんで、ちょっとこの店はちょっと特殊だかもしれないです。というわけでじゃあちょっとゆっくりします。さっきからね、こうサソリとかね、なんか売ってるとこってあって、ワンフーチンにあったんですよね。多分ね、ここです。はい。以前はね、ここめちゃめちゃ人いて、そう、観光地に確かな、なんかこう、神戸のなんか南京町とか、横浜中華街とか、そんな感じで人はごった返してたんですね。多分ここだと思いますね。うん。それがね、なんかね、なくなったみたいですね。うん。本当ここなのかな？でも多分ここだと思う。サソリとかね売ってたりとかしたんですけども、なんかなくなったみたいです。ということで今は玉蹴りをしてますね。みんなうまい、うん、ここじゃないかな多分な、うん、そう猫ちゃん、うん、楽しかったんですけれども、やっぱりこれねこんなね人がねごった返してたんですけども、ここのもんですね。はい、今は全く何もないというので、建て移転したのかな、分かんないんだよね。それちょっとここになんかその名残みたいなのがあって、あれ雨か。お菓子は、うん、あ綺麗、うん、グラム売りとかなのかな、うん、言ってますね。じゃあここでちょっと実は昼ご飯食べようかなと思ったんですけど、あれなんで、じゃあちょっと探しましょう。それで今これが中国で流行ってるウーバーイーツ的なやつですね。美国、うん、ってやつですね、うん、昨日もこれでアプリで運んでくれました。これも美国の、ね、昔はオッフォとかねありましたけど、オッフォは潰れたのかな、なんかなくなりました。アーリペイでいけるのかな。あ、できないか、うん、あ、でもオッフォまだありますね、うん、なんかどっかちょっと自転車を借りて移動しようかと思います、うん、これは以前もできたんでできるはずです。私でもこれだ、これでスキャン、あーなんか認証が必要みたいなやつ、パスポート認証とかできないよな。すげえ、パスポート認証できた。こうやって iPhone とパスポートのやつってなんかできんですね、そんな認証なんて。お、なんかできそうだぞ。あ、来ましたね。お、ということでできましたね。やった、自転車手に入れた。よし、これで足ができました。じゃあこれでいきましょう。まさかこれは使アリペイの、まあ、これは使えたの。ちょっとねこっからねドライブしようかと思っております。妻がなんか美味しそうなとこないって聞いたら見つけてくれました。これでなんか私も少しはなんか北京市民になった気分になるようなないようなまあでも自転車があればだいぶあれですね、活動の幅が広がりますね。じゃあちょっと安全運転で向かいます。歩いてだと1時間ぐらいだったんで、多分自転車だとまあ20分とかそれぐらいいけると思います。よし、
はい、なんとか運転しました。変えましょう。やってまいりました。あー疲れたって言いたいところですけど、すいません、あの Google マップよく見たらね、あの1時間半って出てて、 Google マップっていうか、あのなんか100度の地図が、あのちょっとこれは自転車でも遠いし、なんか車も結構来るんでちょっと怖いなっていうので、まあちょっと走って、そっちは後で地下鉄で、あの普通に来ました。今回なんですけれども、こちらあれホテルでもなくてね、レストランらしいですよ、うん、ということでちょっとあの外観が良さそうなんでやってまいりました。ジンディンシェーンっていう風な、ね、感じで読むらしいです。では、ね、1993年にできて24時間営業、それは分かりますね、はい、創立。わーすごい、なんか人もたくさんいるな。でも多分それ以上に上は空いてるんで、でも入れると思います。人力車もありますね。そう、この外で飲めるんですか。感じですね。何でもある。担々麺、美味しそう。あ、キティちゃんみたいなのある。行きましょう。アリペイが疲れ、あ、なんか余裕があるんだね。わかんないな。まあでもなんかゼロなんだ、いけるでしょう。すげえ、線香のやつ。一位に请上二楼。あ、二楼这边请啊。あ、はい、こっちね。多分二階だといいって感じなんですね。よし、ここでしよう。よし、アリペインもいけるな。いや、多分大丈夫だろう、うん、あ、これレシートか、これは。これもあれですね、うん、こうするみたいですね、アリペインで。そしたらこんな感じで出てきて、ここなんだ、分からん。電話番号かな。あ、これまたでもできないパターンじゃない、うん、注文できないパターンじゃない。1人、うん、お、いけたいけた、うん、これで注文するんだな。你好。あ、すごい。よし、じゃあ注文しましょう。お、なんか北京ダック的なのもあるんですね。結構やっぱりでも2000円とかか。これからなんかいろいろちょっと注文してみます。20分ぐらい迷ってた。170、3000円分ぐらい。一応最悪使えなかった時用の現金を。まあ、あるある、170はある。给我拿拿到那边可以吗？来。啊，谢谢谢谢。拿上来，直接拿。ということで行けました。意外とここで行けましたね。現金払いでも行けるみたいです。明天休息。啊，谢谢。好。麻婆豆腐。啊，麻婆豆腐。坐吧。哇，麻婆豆腐ということで。
一碗米饭。啊呀，わからんけど。わからんで、はいはい言うのよ。あれ、もうこれだけで腹いっぱいだわ。他まだ。さコーラも1本頼んであと3品頼んだ何頼んだか覚えてない、うん、じゃあちょっといただきましょう麻婆豆腐さん、あうまっ めっちゃ辛い、あーシェシェ太远了那里边坐就这几桌客人うまっ、これ白米とめっちゃ合う、あーここいいですね、左右ですよ左右、あでも ここのコーラなんか冷えてますね、ありがたい、ああよい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 よ、小籠包、うん、麻婆豆腐うまいな、あ、いや、シェイシェイ、最後はお肉、こちらがむしろメインだって一番やっぱりまあ遅く来たって感じですね、じゃあ行きましょう、食べかけで申し訳ないですこんな感じです、はい、うわうまそう、チャーシュー、うん、うまいな、おお、なんかチェーンみたいでね、うん、でもなんかどこの店もこんな感じみたいですね、まあ、外観とか、そう、これはでも北京しか多分ないと思うんで、うん、北京来たらもし来ることあるぜひおすすめできるような、ね、あのお店ですね、はい、皆さんもぜひチャリこいで来てみてください、どれも美味しいんで、うん、いただきます、Can I pay Alipay this one? 你点那个，我扫您。好。行けるか173件。二十三号这个。我天哪 ！OK OK， 谢谢谢谢。没事，慢走啊。哦，行けましたね。快来上菜。今日あれですね。あ、一元ね、一元買う。あ、你好、你好。あ、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 OK。免费拿一个。あ、免费拿一个。あ、あ、OK。谢谢、谢谢。ということで優しいみんな、いらない。ということでアリペイ払いました。よかった。現金も貴重なんで、じゃあトイレ行って帰ります。お土産コーナー。こんな感じで作って。谢谢谢谢，よし、ここはおすすめ、じゃあこれいただきます、クッキーパンダエクスプレスよくありますよね、こう曲がってんの、更新化認識会いう目的わかんねえな、うん、まあいいや、はい、ということで美味しいです、ただここら辺はもう何もないですね、周りはねのどかな感じで、またホテルがあるところとはまただいぶ違った感じです、まあ適当に地下鉄で帰ろうかと思います、うん、自転車いいや、あ、シェイシェイ、この儀式はだるちょっとだるさある、ただあの駅員さんはねいます大体、うん、結構ねそう
こういったプラットフォームのところにも立ってたりとか、なんかスタッフは、ね、かなり いらっしゃるんで、ね、あんまり多分人が全くいないとかないと思いますね、うん、なのでちょっと、ね、自動販売機は使えない、億劫にはなるんですけど、まあまあまあ買えますし安いですし、うん、悪くはないです。結構やっぱりカメラはたくさんありますね、本当にそこら中に。だからもう分かりますねそれでね、まあ、地下鉄の場合マイナンバーカード的なの差し込まれていけるんで、もう全部分かるでしょうね。まあでもこんな感じで、あの掃除もかなりされてて綺麗ですよ。人はいっぱいだな。これとか多分顔認証のやつですよね。というのまあでもなんかね、あの日本でも JR 西日本が入れてたりとか、ね、あのするとかなんとか中国であるんですあるんですね普通に。これがね、まあ、北京ですよ。まあ中国の中でもね、やっぱりまあ超超都会だと思いますけど、もう田舎の方に行けばですね、また全然違う中国は見られると思いますけど、まあ、それは日本もアメリカも同じということで、いやちょっと中国もね本当はそういったところも見てみたい。今までは大都市しか行ったことないんで、ですけど、まあ、普通にね旅行できるようになるのはもう中国ぐらいなんで、普通にまだできないのはね、まあいつになることやらって感じですね。よし、今回ちょっと来ることができてよかったです。はい、すごいな、あの洋風な建物結構あるんだよね。じゃあちょっとコンビニ寄って帰ります。あ、セブンイレブンとかローソンとかあるんですけど。お、バームロール、あ、ブルボンとかあるんだね。あ、富士屋、お菓子系は結構強いですね、まだまだまだ。コーラのちっちゃい缶とかコンビニで 2.5、 あ、50円、安いね。そうだね、なんか割安感がありますね、まあ、最近ねどこの国も上がってる傾向があると思いますけども、中国はそんなことはなさそうですね。水とかも30円とか40円とかそんな感じです。おいっす。コンビニ買うときはアリペイでいいのか。あ、そうね。シェイシェイ、ロック。変えた。エラー、あ、オッケー。あ、シェイシェイ、よ。決済が多分遅れたんみたいですね。それであの、これは全部三井住友のあのビザカード、ANA カード、はい。やってるので、さっきの、レストランでも食堂でも、はい、使ったんで、これはめちゃめちゃ使えますね、うん、でもちょっと遅いようなんで、タイムラグあるようなんで、うん、決済までに、うん、ちょっと待っとかないといけないですね。多分国内のやつだともっと早いと思うんですけど。6元アルファードもあるんだ。ホテルで休憩します。結構人気のホテルですね、めちゃめちゃ人いる、う
ツ。よし、ということでちょっとパワーチャージしておりました。まず外に出てみましょう。外の方に出てきました。ショッピングモールとかに入ってみましょうか。すごいな、ここ本屋なんだね。めっちゃでかい。新天地。吉野家。これ吉野家ですね。ということでこれがめっちゃ気になりますけど、これ何なんだろう。ドリンクに上になんかね、そう、ちくわとかなんか肉とか乗ってるみたいな感じですかね。すごい、だいぶ日本とは違いますね、うん、結構でも吉野家は人気ですね、まあ、一人でご飯食べるには持ってこいって感じな感じでしょうか。モバイルオーダーとかできるみたいですね、うん、お腹いっぱいだわ昼で。まあいろいろ美味しそうなパン屋とか韓国のパン屋ですね、うん、いろいろありますね。こういった UFO キャッチャーのあれポケモンもあれですね、普通に正規のやつですね、うん、ちゃんと ラベルも入って書いてますね。我看到那个袋儿不是你的。これレッサンか、まあ、みんな写真撮ってる、有名だから。これレッサンのやつ、これ北京ダックスね。北京といえばね、やっぱり北京ダックのイメージがありますけど、まあ、ちょっと今回はね食べなかった。多分まあ一人で食べるもんじゃないですよね、北京ダックってね、うん、270元なんで、まあ、5000円とかそれぐらいですね。あ、ここはでもなんかカモとか書いてるんで、結構そういったのがあれなのかな、うん、カモ、あ、北京ダックで有名なんだ。そうだ、それがカモなんだ。龙须酥、驴打滚儿、驴打滚儿。啊，过年了是。哎，铁板鱿鱼、烤冷面啊。哦，ここにサソリとか売ってましたね。哇，きついな。啊，对。ここがあれですね、屋台の名残みたいな。そんな感じになってますね。やっと見つけました。お餃子うまそう。煎饺吃吗？煎饺生煎包。うまそうだね。あ、こういったのはもうアリペイと買うんですね。見たことないようなやつはいっぱい売ってますね。こうクリア美味しそう。まあもうでもお腹いっぱいです。今日はちょっと限界だな。いや本当はねサソリでもできたかったんですけど、ちょっとやめときますな、お腹いっぱいなんで。
という言い訳はさせてください。ちょっとサソリはさすがに食べるのは抵抗あるな、めちゃめちゃね。あとこうやってフォトジェニックなところもありますね。じゃあ今日はですね、実は今から名古屋のプレミア公開が行われるので、それを見ようかと思っております。最後はじゃあ明日の朝ごはん買いますか。いや、そんなに食べたいもんないな。まあ、ちょっと朝ごはん適当に食べるか。じゃあどら焼き。はい、プレミア公開。もうアハモはね、神です。中国でもこれなきゃね、旅行できないですよ。やっぱ YouTube とか Twitter とか、まあ、Google マップも見れるんで、ね、ホテルとかもちろん Wi-Fi とかレストランも Wi-Fi あるんですけども、現地の Wi-Fi だとそれらのサービスは使えないんで、結局意味ないんですよね。全くもうyahoo.co.jp はね、繋がるんですけど、めっちゃ遅かったり、海外のサイトは極端遅かったり、もう WeChat とかなんか国内のやつはね爆速なんですけどね。うん、だからそういったところがあったりするんで、アハモはめちゃめちゃ使えますね。ということで、まあ、中国旅行される際はね、ちょっと通信っていうところは、まあ、そういったやつか、まあ、これは以前と変わってないですけど、香港の SIM ね、 SIM が Amazon で売ってるんで、それを使えば、まあ、規制なしでインターネットできたりするんで、そういったのを用意することをお勧めします。よくある妹の Wi-Fi とかどうなんだろうな、あれも多分規制なしバージョンがあると思うんで、そういったの契約して、そういったの借りた方がいいですね。確か、借りた方がいいですね。今回は北京の街で、はい、参戦します。じゃあホテルに戻ってまいりまして、じゃあこれで乾杯。わからん、この飲み物がミルクとは書いてたけどな、ドリンクミルクとは書いてた、牛乳ではなさないような気がしますけど、あ、こんな感じになってます。ほい、おお、子供が多分好きそうですね。これのドラ、あれのミルキーをね、溶かした飲み物です。ちょっと甘いですけども、うん、美味しいと思いますし、子供が飲む、うん、美味しいと思います。私、甘党の私にはぴったりです。ちょっと今日はね、北京を、まあ、中国を一日ね、見て回りましたけど、非常に楽しかったです。中国はやっぱりどんな感じになってるのかっていうのはですね、まあコロナ禍になってから、ずっと気になってましたし、まあね、以前は乗り継ぎとかで、あ、中国経由、まあ、安いから仕方ないなみたいな感じで思ってたんですけども、まあ久しく行ってなくて、行ってみると楽しかったです。うん、あんまりね情報もない中という感じで、まあ本当にもうでも北京でも日常がね戻っているという感じで、かなりのね人もいらっしゃって、まあ本当それ結構ね、なんか中国国内のツアーみたいなね、こう旗上げて、なんかちょっと田舎から来た人なのかなみたいな感じの人たちがここら辺うろうろで20人30人ぐらいでねやってて、まあこれが多分これからまあ日本に海外旅行を解禁されたら日本に来たりする方もですね、まあ増えてくるんだろうなっていうふうには思いました。まあ、それでね、中国のまあね印象といたしましては、だいぶ変わってたような気がします。この3年間とかでもう本当に北京の人はおしゃれですし、街もゴミは落ちてないですし、何よりまあ、今日ね、多分動画見ていただければ分かると思うんですけど、みんなレストランとかホテルの人ね、すごい親切でした。うん、本当に嬉しいと言いますか、ありがとうという感じだったんですけども、以前のね、私の正直、中国の印象としては、まあ私ね、まあ中国語喋れない私が悪いっていう前提なんですけども、ね、話しかけても、まあ英語とか、まあもう日本語とかで、まあ中国語分からんみたいな感じで、ただなんか知らないうちになんかもう話が終わってね、なんかね、相手の方がなんか別のことされてたりとか、なんかどっか行っちゃったりとかね、こいつ話だなんだみたいな感じで、ね、なんか思われてるっていうことが結構まあ、ホテルとか空港とかね、そういったところでもあったりとかね、してた印象です。多分みんな中国行ったことある方は、また来たら、うん、印象が変わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。それで一方で、本当にもう、
ハイテク化進んでて、ね、あのロボットが、ね、物運んでくれたり、ホテルの部屋に、うん、エレベーターもね、登ったりとかね、うん、あとね、全部電子決済で、ね、あのなかなか大変みたいな。これから中国旅行される際は、ちゃんと、まあ、準備ね、あのしてた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、それ最終的には現金ですね。あの嫌がられはしますけども、やっぱりまあ、ね、あの誰かに、ね、こう、代理で払ってもらうっていうシチュエーションもね、あの多分あると思うんで、あのこっちのね、ID とか持ってないとね、最後はもうちょっと現金で、なんとかお願いしますみたいな。現金がなければね、もう本当にもう渡すもんがないですからね。クレジットカードも今回一回も使えなかったですからね、どこでも。うん、ちょっとまあ私なりに、あの今回ですね、あの中国でですね、使ったアプリっていうのを紹介あのしようかと思いますけど。アリペイ。これはまあ日本のクレジットカードを紐付けはできるんで、普通にレストランとかで使えます。ただ、こう、QR コードを見せて支払うっていうことはできるんですけども、結構ね、あのレストラン、今日のところもそうでしたけれども、あの、これと連携させて、テーブルで注文するみたいな、ちょっとなんかこう、した、なんか複雑なアプリみたいなのがあるんですけど、それがね、使えなかったんですよね。もしかしたらなんかうまくやったらできるかもしれないですけど、あと WeChat。これも、あのホテルの人とやり取りして、とかしたりとかして、ちょっとスマートホテル的なところのところは、このサービスが当たり前になっているかもしれないんで、あって損はないと思います。WeChat にもね、アリペイみたいな感じで、WeChat Pay みたいな確かあって、私も今見たら昔使ってたチャージがまだ残ってましたね。50元ぐらい。うん。そういったので払ったりとかできるんです。これのチャージがね、でも、クレジットカードでできるのかわかんないですけども。それで、あとは、trip.com のアプリ。まあ、ホテル予約とか、あと、鉄道とかもできるはずです。中国国内だと trip.com 楽ですね。うん。あの、まあ、エクスペディアとかでもね、乗って、ホテル予約できるんですけども、うん。あとはなんかこの100度地図っていう、デューって書いてあるやつですね。これも使いましたね。まあ、あのね、中国語しかないんですけれども、こんな感じで、中国語しかない、ここでな、うん、しかないんですけども、なんか、コンビニとか便利店とか売ったりできますし、そうですね、今日のレストランとかもなんかこんな感じで、まあ、なんとなくわかるみたいな。うん。うん。まあ日本人であれば漢字読めるんで。まあこっからなんか行きたい場合は、これ押すのかなみたいな。なんかどう、違うな。うん。とかでもなんかね、そう行き先とかグー。ビダン、ホテルの人おすすめされたんですけど、これは使えなかったですね。支払いか登録の仕方わかんなかった。あと、それでポケトーク。はい。これもよく使わせてもらいました。中国の人もね、駅とかホテルとか、まあ、街にいる人は分かんないですけども、もう、ね、翻訳機を使うっていうのは慣れてますね。あっちも翻訳機使って、英語か日本語でみたいな感じで、会話してくれたりとかして、たまに行く国によっては、何なんだこれみたいな感じで、なんかそっから入るんですけど、中国の方は、IT リテラシーは、特に若い人は、うん、高いみたいで、こういったところも、しっかり、ね、全然使って会話っていうのはできますね。あと、意外かもしれないですけども、この Apple のマップ、うん、これもすごい使えましたね。うん、これも、は英語も対応してますし、北京市内のバスとか、ね、地下鉄とかの案内っていうのも、Google マップみたいに使えるんで、普段私、日本では Google マップ使ってるんですけども、Google マップはね、なんか中国、に嫌われてるのか、全くアクセスできないんで、アクセスできない、多分ね、イメージ湧かない人も多いと思うんですよね。ごめんなさい。アクセスできないのは、嘘です。なんとなくあるんですけども、すごいスカスカなんですよね、情報が。うん。それでね、なんか GPS の位置もなんかちょっとなんかおかしかったりとかなんかしてですね、もう中国であんまり使い物にならないみたいな。なんかこれは口語も多いな。うん。北京駅が併用になってるんですけど、併用してる、北京駅が併用するわけではなさそうな感じなんですけども、こんな感じでね、もう全然出なかったり。車だと、なんかこう、ルートとか出るのかな。あと歩きとかだと。まあ多少は使えるかもしれないですけども。やっぱりまあこう、地下鉄とか出ないんで、全く見える？こんな感じで。はい。あんまり使えないです。うん。なので、まあ iPhone の人は Apple のマップとか、100度地図とか、使ったらいいと思います。ということで、そんな感じでございます。あと、まあインターネットもね、こんな感じで、はい。ね、今、まあ、ホテルの Wi-Fi 使ってて、スピードテストではね、40メガ、50メガとか出るんですけれども、Gmail とかもこんな感じで、一切つながらないですし、YouTube とかも、こんな感じで全くつながらないですよ。はい。ANA とかね、さすがにね、
こうやっぱり中国になんかこう飛ばしてたりとかなんかする航空会社とかだと、まあ普通にアクセスできたりとかするんですけど、なんかあ、これは今は早いな。うん、なんかでさっきはでも全然なんか遅かったりとかなんかしてですね。まあ、Wi-Fi 繋がっても全然使いづらいっていうんで、まあこういった時には、先ほど言った通り、日本のこうアハモとかのローミングできるやつとか、香港のSIMとか、そういったので、まあ、これは変わらずって感じですね。まあ私、これはもうね、ずっとそうなんですけれども、ね、私最初勘違いしてるのはね、中国はいろんなところにアクセスできないのは大丈夫みたいな、そのね、インターネットの技術みたいな感じで思ってたんですけども、どっか海底ケーブルがちゃんとつながってないのかなとかな、そんなこと思ってたんですけど、これはもうでも中国の戦略なんですよね。自国のサービスを使ってねっていうのと、あとね、海外のサービス入ってこないようにっていうので、まあでもね、それは結果的にはでもね、やっぱりまあ日本も Google とかね、YouTube もそうですけど、動画サービスとかね、もう全部外資系で、まあ、そういったサービスを使ってるんで、なんかね、それは国の運営するにあたっては正しいね、選択だったんだろうなって今になってね、思いますけども、すごいですよね。だからそういったことが分かってますよね、そういった未来が。ね、こう、Google とか、ね、そういったところに利益を取られるなら、まあ自分の国のなんか会社で、ね、サービス回しますみたいな。まあそうやられるとね、なかなかね、そう、ね、普段海外のサービス使ってる人からするとめちゃめちゃね、インターネットしづらい環境なんですけども、まあ現状としては、まあ2023年も変わらず、まあこんな感じになってますし、多分これからも変わらず、ね、YouTube とかも見れないんだろうな、というふうに思ってますけど、まあ YouTube がね、中国で見れるね、日は来るんでしょうかね。今回はまあアハも終わったんで、それで短いね、滞在だったんで、なんとか、まあ YouTube とかもここでも普通に見れると、いう感じなんですけども、こんな感じで、はい、アハモでは今 4G なんですけども、これがこんな感じでオンにすると、はい、全く繋がなくなるんですね。今ホテルの Wi-Fi なんで、はい、こんな感じですというので、うん、そう、ちょっとかなり癖のある、まあここまでね、特殊な国っていうのはなかなかないと思うんで、すごいですよね、うん、ということでね、まあこんな感じで、まあちょっと一泊二日でも見てみましたけれども、まあちょっと乗り継ぎという感じで、次はちょっと上海あたり乗り継ぎしましょうかね。あとやっぱ黄砂すごいですね。ちょっと今回まああんまりマスクしないでね、滞在してたんですけど、まあ別にね、マスクしてないから誰かに怒られることはなく、まあもちろんしてない人もいるんで、まあそれはもう個人の選択みたいな感じになってるんですけども、やっぱりなんかこう、グラウンドでね、なんかこう、野球してるような感じで、ちょっとこうなんか下に砂が絡まるような感じはしますね。うん。なんでまあね、そういった、ちょっと長くね、滞在するのであれば、なんかマスクもちゃんとしてた方がね、いいんだろうなっていうふうに思いますね。ね、中国ね、こんな感じですけど、結構でもね、テスラとか、走ってたりとか、まあ iPhone 使ってる人も多いですし、そう、結構だからマリオットホテルもたくさんあるんですよね。うん。北京だけでこれだけ、で東京以上にあるみたいな、もうね、セントレジスとかね、JW とかね、ザ・リッツ・カールトンとかね、ルネッサンスとか、あとブルガリアホテルも、ね、北京に実はあったりとかするんで、まあマリオットのね、まあね、こうステータスとかもありますんでね、ちょっと次回マリオットに泊まってみるっていうのも良さそうですね。まだ中国でマリオット泊まったことないと思うんで、ちょっと話は本当に長くなりましたけれども、中国滞在期でございました。また明日私はですね、まあソウルに向かうということで、次はね、北京首都空港からソウルにエアチャイナで中国国際空港ですね、のビジネスクラス、一応ね、まあ短いフライトなんですけども、飛び立つ予定なんで、それもまあ動画にしようかと思ってますので、まあ、ぜひですね、楽しみにしていただければと思います。ということで、まあこんな感じで、ね、今回動画終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日はもうぐっすり寝て明日に備えます。明日は13時ぐらいフライトなんで、まあ10時ぐらいに空港行けばいいと考えると、もうじゃあ8時ぐらい、うん、9時出発ぐらいしないといけないですね。ちょっと最後ね、ちょっと、カメラの電源消えてしまったので、ちょっとこちらで、はい、バイバイということで、また引き続き動画よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。